動画は、加藤の E233系3000番台東海道線上野東京ラインの、基本4両セットを、開封していきたいと思います。で、まあ、内容といえば、まあ、上野東京ラインなんで、こちらグリーン車が、ついています。まあ、グリーン車1両なんですけど、まあ、4両セットのうちグリーン車がついているということです。あと普通車もまあついていまして、まあ、いずれね、まあ、造形セット買えばね、フルというか8両とか10両で走れるんですけど、まあ、実車は確か15両でですね、後ろに231がついてるんです。あとですね僕ですね、E233系こちらのね1000番台を持ってるんです。トミックス の、 これは動画でもう前に紹介しましたけど、こんな感じで持ってます。というわけでね、早速ね、まあ、開封していきたいと思います。開封していきましょう。よし、おいっと、あと説明書も入ってますね。説明書こんな感じです。これはね、なんか E233 系の3000番台、これ一応乗ったことあるんでね、もう何度も乗ってるんでもう乗り慣れてる車両なんですね。まあ、これは多分上野東京ラインの走行中のあれだと思います。写真だと思います。はい、こんな感じで車両は。でですね、こちらですね、アンテナと行き先がついてですね、こちらが行き先ですけどね、上野東京ラインの宇都宮線直通と高崎線直通って書いてあります。あとこちらアンテナですね。こんな感じで、じゃあね、車両ね、まあ、1両目からね、まあ、順番に見ていきたいと思います。ではね、1号車からね、順番にね、まあ、見ていきたいと思います。1号車はね、ここにね、まあ、お手洗いが、ついています。こんな感じで、2号車ですね、こちらグリーン車ですね。こちらグリーン車はまあ2階建てということで、まあ、グリーン車もね、同様にここにね、まあ、お手洗いがついていますけどね。で、次こちら、3号車ですね。3号車こちらね、動力車ということで、まあ、パンダグラフ、動力車、まあ、パンダグラフもついてるんですね。で、次4号車ですね。4号車もね、こんな感じです。まあ、ここにトイレがついてないんですけど、ね、反対側にトイレがついてるんで。です。というわけでね、ちょっとね、前面のデザイン、顔を見てみましょう。顔はね、こんな感じです。ちょっと近い。で、こんな感じです。行き先は上野東京ラインって書いてありますね。で、まだですね、こちらアンテナがついてないんでね、ちょっとアンテナをね、今からね、ちょっとつけたいと思います。ちょっとね、つける、まだ僕アンテナつけたことないんでね、まあ、つけるところの動画はちょっとカットということで、まあ、一回ね、まあ、つけたいと思います。それじゃあ。こんな感じで、アンテナも、つけました。あとですね、行き先も変更しました。さっきまで、開封した時はですね、行き先がですね、上野東京ライン東海道線直通、普通上野東京ライン東海道線直通になってたんですけど、快速アクティ東上野東京ライン宇都宮線直通に行き先を変更しました。こっちもね、同様に、まあ、アンテナもつけてまた変更もしました。まあ、こんな感じです。次にですね、こちら僕が持ってたね E233系1000番台とね、並べていました。こっちがね、前に買った1000番台で、こっちが今日買った3000番台ということでね、まあ違いはね、色とね、まあ行き先ぐらいですよね。まあほとんどね、大宮までは走る区間が同じなんですよね、東京から。ではまず前面を見てみましょう。京浜東北線と、はい、こんな感じです。京浜東北線は快速京浜東北線で行き先になってますけど、まあ、色ぐらいですね。こっちは湘南色ですが、まあこんな感じです。あとですね、まあ、側面も若干違いますね。上が1000番台で、下がね、まあ、3000番台なんですけどもね、アンテナ気をつけようかな。ここが違うんですね、窓が。ここね、ボックスシートがついてて、窓のね、こちらの仕切りが違うんですね。あとね、まあ、こっちもね、窓があるかないかぐらい。こっちはトイレがついてるんで窓がないんですけどね。あと半自動ボタンがついてるぐらいなんですね。こんな感じですね。次ですね、まずですね、前照灯とね、まあ、テールライトをね、まあ、点灯させてみたいと思います。まずね、前照灯からいきたいと思います。ちゃんとね、まあ、LED になってます。まあ、リアルでいいですね。まあ、実写は LED って言ったら、まあ、HID なんですけどもね、まあ、一応白なんで、まあ、LED って言ってもいいくらいかな。じゃあ次ね、テールライトをね、点灯させてみたいと思います。ライトもね、こんな感じで点灯しますがね、ちょっとね、前照灯の LED のところがまだね、点灯してるんですね。そこはちょっと気になるんですけどもね、まあ、しょうがないですね。前照灯と、まあ、テールライトです。を点灯させました。こんな感じです。
はい、ということで、こんな感じで走行動画終わりました。今こんな感じです。でですね、僕思ったんですがね、もう墨入れしたいんですね。なんで、まあ、次回ね、墨入れのね、まあ、動画あげると思うんで、まあ、そこのところ楽しみに待ってください。あとですね、側面膜がね、小田原行きになってるんですけど、いずれね、あの、側面膜も多分ね、造形セットについてると思うんで、それも上野東京ライン宇都宮線の、宇都宮行きか黒磯行きに変更したいと思います。というわけで、まあ、以上ね、加藤の E233 系3000番台、基本4両セット開封しましたでした。もしよかったらチャンネル登録ね、高評価ね、よろしくお願いします。それじゃあ皆さんね、さようなら。